きなりどうした、そんな叫んで。やっとあのキャラが復刻したんだよ。またラオキナのことか。ひでえよ、長江区のことだよ。そういやなんか言ってたな。確か忘れたんだっけ。そうなんだよ。聞こうと思ってたんだけど、気づいたらガチャが終わってて。期間を間違えて覚えてたわけか。まあ、どんまい。てか本当に待ってたんだな。待ちきれずに一回引いてるじゃねえか。確率は仲間確定で 10% か。ピックアップが2人いるし、当たるか不安だな。まあ沖縄持ってるから、前回の聖者の時よりマシだな。それもそうだね。実は今回、それ以外にも狙いがあって、手札の、セルビヌスのカゴ、が欲しいんだよね。理由は？なんとなく、なんとなくかよ。ではいつも通り引いていきましょう。毎度言ってるけど、最初はこんなもんだよな。出たらラッキーだね。20連目。まあ20連でも出ないわな。30連目。まあ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 、まだ序盤だしね。これから当たる可能性も十分ある。欲しい絵札もないなぁ。40連目。だいたいこの当たりの結果で狙いが出るかどうかわかるな。これは雲行きが怪しいな。最悪天井でもいいけど、できれば早く引きたいな。激突ダイヤモンドラストは嬉しいね。誰かに装備させたいのか。そういうのはないけど、とりあえず貫突1枚は欲しいなって。なるほどな。誰かしらキャラが来て欲しい。50連目。お、ワンチャンあるか。早く引いてくれ。お、ヒトカダシロ3枚。これは可能性あるぞ。未処理絵札。コネクテングは絵札のことか。いや可能性は低いけど、まだわからない。1枚目。竜宮の使い、長江育です。あなたは迷子？それなら私の羽衣をしっかり掴んでいてくださいね。できましたよ。ふう、もうこれで心残りはないね。今晩から安心して寝れる。さすがにそこまでではないだろ。ねえマリサ、どうした？行く、かわいいな、今日は。ってことで今回は、沖縄と行くピックアップのガチャを引いて、狙いの行くを当てました。行くの後の結果は？手札は特になんてなかったね。ひとかたしろからは、レンコ、メディスンが出てきたよ。レンコに関しては未だに貫突だから、まあ嬉しいかな。今回の動画はここまでかな。多分年末年始もガチャはあるだろうし、それに向けて、決勝温存できたのは大きいね。ちゃんと引けよ。わかってるよ。それでは、ご視聴ありがとうございました。